皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今回もモンハンやっていきたいと思います。今回のクエストはね、こちらディアプロス、高難度のディアプロス1匹となります。はい、場所は旧砂漠の夜ですね。はい、という感じでね、今回もこちらね、ステータスの方はいつも通りでございます。もうね、属性とか関係ない私、この服しかね、大体持ってないからね、大体いつもこんな感じで来ております。はい。ということで、どこにいるかな、ホットドリンクを飲まんといかんの、これ。もういるってか、これ。いるね、隣に。ちょっと待ってね。電気ドリンクも飲んでと。私、これ、弁当ね、投げさせていただきたいね。いや、高難度だからね、ディアブロス。これね、極限状態ね、今回も。いや、前回のこのラージャン戦はひどいもんでしたよ。まあでもディアブロスはね、まだラージャンに比べると勝ってる方なんでね、多分これ大丈夫じゃないかなっていうね、ちょっと安心感、ちょっとしたこれ安心感を私持っておりますよ。尻尾先に切るか、角を折るか、痛い、角を先に折るかっていう感じですけど、やっぱ極限状態だったらあれだね、弾かれちゃうね。弾かれ上手とかつけてきた方が良かったかな。暴れてるね。いやー、久しぶりだな、ディアブロス。昔のフィールドだったら、あの角でさ、刺さるポイントとかあってよく刺してたな、あの人。突っ込むの好きだから、ここの場所はないもんね、そういうの。フィールド危ないな。私ね、私狙いかい。なんでやねん戻ってきて当たってしもうたな、これ。あ、ナイスや、こけたぞ。ナイスや、ナイスや。だから私は回復するんや。いや、今回もこうね、野良の人と来ているんですかね。3人しかいないからね、どれぐらい立ち回れるかがね、問題ですよ。やばいんじゃない、2人そこ来るよ。あ、滝さんとこれワゼンさんがこう傷ついてしまいましたけど、フラフラか。大丈夫だよ、そっち今から行くけど回復できてるかな。こっちの2人狙いか。 OKOK、 3人しかいないからね。いや、走るね、あの人。攻撃させてもらえんな、本当に。走りすぎなんだよ。ここで音爆とかがあるとね、ピーンとか出てさ、なんか飛び出させてっていうか、ね、びっくりさせてね、攻撃しとった思い出がありますがね。皆さんはね、ディアブロスにこれ、どんな思い出がありますかね。いや、本当に最初出会った時、びっくりしたもんね、ディアブロス走りすぎだから。まあ、やっぱこう、すばしっこくって、しかも尻尾の振りもね、でかいっていうのがね、ディアブロスのね、今瞬間移動したな、こいつ特徴じゃないかな、このね、尻尾の振り。あ、いた、避けきれんか。ナイスや、ワゼンさん。いいよ、グッジョブ、グッジョブ。私ちょっと回復しよう。オッケーオッケー、いいぞ、やってくれ、やってくれ、ワゼンさん、倒してくれ。角か尻尾ね、どっちか。尻尾かな、近いから。しっぽいこ、しっぽいこ。よいせ、よいせと。2人は角狙いかな。多分角の方が近いからそっち行ったんかな。じゃあ私はこれ尻尾をね、やらせていただきたい。またはこれ足元でこけさせるっていうのもね、一つの手だよね、ディアブロス。よいしょ、てい。あ、ナイスナイス。いいよいいよ、行こう行こう。大体ね、ディアブロスっていうのはね、この角が2本折れる、折れて尻尾が取れるとね、大体終わりですから。危ね、大丈夫か、ワゼンさん。吹っ飛ばされたね、派手に。凶暴になったな、これ。極限状態来たぞ。足元にいれば基本的に安全だからね、弾かれなければ安全と。あ、これちょっと回復しといた方がいいね。手に汗握る感じですわ、久しぶりだけど。張って、あいつマジかよ、弾かれるね。ナイスナイス、ナイスナイスファイト。危ない、痛い痛い、私がやばい。とんでもない、こっちに来るんじゃない。危ねえ、今がチャンス、今がチャンス。ふうふうふう、怖い。お、移動か、逃げてるの。どうしたな。いやいや、とんでもないな、やっぱり。
極限状態は甘く見れないよね、やっぱ。ちょっとこれグレートで回復しとくか。みんな行っちゃったな。じゃあ私も行こうか。さあ3人だからね、慎重に倒していきたいね。ペイント切れてるな、ペイントつけようか。こんな狭いところでかい、あんた。これ狭いんじゃないか、そのディアブロスさんよ。ちょいとばかし。これナイス、よく乗るね。ナイスよ。ずっと、あ、じゃあモンスターに乗ったよって、こうカタカナでね、乗ったよアピールをこれしておりますね。じゃあ尻尾かな。多分2人はね、角狙いっぽいな。私はあのいつも尻尾の係なんで、尻尾をこうやらせていただきたい。今回も係をね、全うして尻尾を、切りたい。いた、やっぱこれ当たっちゃったか。セット足元でこけさせるのも結構効率いいんだけどね。いて、死にそうなんやが。待ってくれ、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうしとこ、ありがとうしとこ。やべ、来んなよ、こっち来たな、こっちかい。あー怖っ、危なすぎる。回復、ここなら当たんないな。ふう、読み間違えんようにしんといたんだ、これ。来い、来たー。そしてあっちに行っちゃうっていうね、とんでもなくこうスレディングしていくな、あの人。ふう、いやー、なんか久しぶりにこうディアブロスとかなんか懐かしいとかつって、いけるよーっていう感じで来たけど、いけないわ、これ。強いわ、やっぱ極限状態。やめてたかな、極限状態。やば、虫の息や、私。ちょっと待って、ちょっと待って、とんでもねえや。あー、本当ありがとう、本当ありがとうございます。回復、いやー、本当にこの2人がね、頼もしい。今回もね、今回もっていうか、あの前回に引き続いてね、まあ、同じノラのメンバーですが、まあ、ちょっと1人ね抜けてしまったんですけどね、にしても たくましいね、2人とも。すごいよ、めっちゃ強いもん。やっぱあれか、あの避けるのがうまいね。タックルしてきて当たってるかなと思ったんだけど、当たってないもんね、2人。お、ターゲット、尻尾来たよ、みんな、やったぜ。いやー、これみんなあってのね、この達成感だよね。あとは角だけだね。角か、角折れるかな、折りたいよね。本当は流撃を溜まってるから打ちたいんだけどね。さあ来い、移動か、来たか。いや、ワデンさんがちょっと当たっちゃった。でも余裕そうだね、2人とも。本当に私が余裕なさすぎるのかな。いやー、やっぱりね、高難度のクエスト難しいね、 G 級の高難度クエスト。まあ、そのこう最近ちょっとこうね、モンハンにこう慣れてきたという方、ぜひともね、この高難度クエストをやっていただくとね、今までと違ったこれ緊張感がね、またしても味わえるのでね。やばいんだ、本当にこのクエスト、やばすぎる。ふう、いけるか、段差が。ここも刺さるポイントないもんね、ディアブロス。なんかこう刺さるフィールドだといいんだけどね、頭がこれちょりっと。これあ、移動か、 OK。 いやー、とんでもなく怖いな。まだ足も引きずってないからな、もうちょっとこれ頑張らんといかんね。ちょっとグレートも作っとこうか。いや、回復薬がなくなるな。ちょっと移動しながら作ろう。上だね。ベッドも近いな、これ。ちょっとそこじゃなかったか、ベッドもこれ。いや、でもね、戻ってる暇ないよね。こっちかよ。嘘だろ。
こっちかよ。待ってくれよ。危ねえ危ねえ危ねえ。あの野郎。私だけだね、大きくダメージ食らったのは。さあ来い。いやいや、新しいモーションがこれ加わってるでね、この極限状態だとね、それが結構こういやらしくね、攻撃当たるんだよね。戻りっていうね。危ない。これでもね、削られるからね、ガードしても。多分このガード強化とかガード性能とかね、つけてないと、盾持ちだとちょっと削りが入ってね、非常に厳しいんじゃないですかね。さあ、誰狙いや？私か？そして戻りが来ないか。あ、足引きずってる。いけるよ。みんなさすが。すごい。ありがとう。頼もしい二人。行こう行こう。このまま行こう。もうすぐやで、あいつ。話の息や。やってやろう、みんなで。ああ、ここで力尽きるんや。ここの、なんかこの棒きれいにこう頭刺さったような気がするけどな。これどうかな。よこせ、よいしょって。頭に流撃を打ちたいんだけどな。打てないな、これ。ね、これでどうかな。ね、ちょっと待って、充電がやばい。いやいや、ちょっと充電がやばくてね、今充電器を挿しておりました。いや、充電がマークがねパチパチいっててね、びっくりしたわ。あ、火点滅してたわ。こうなんかね、熱くなるとね、全然気づかないんだよね、モンハンやってるとさ。そう、点滅して初めてね、充電のヤバさに気づくっていうね、そういう感じですわ。あー、やばい、怒ってる。もうちょっとだからね、頑張ろう。痛い痛い。やろう、やるね。いや、かっこいいところをね、見せたいなと思ったんだけどね、今回も。やはり翻弄されてしまいましたね、極限状態の彼と、あとこの 3DS のこう充電器に私は。やばいかなと思ったんだよね、なんかさっきからさ、結構連続で来てるもんだから。さあ、いけるか。よっしゃ、終わったぜ。いや、お疲れ様でした。いや、もう酸欠になる勢いだわ、これ。いや、つらかったということでね、なんとかこの熱い死闘、まあほとんど私がこう逃げ回ってた図かもしれませんがね、ぜひともこう皆さんもね、久しぶりにこうモンハンのね、この高難度クエストをね、やっていただきたい。私のこのね、ドキドキハラハラ感がね、多分動画を通してもね、ちょっとは通じてるというか、まあ伝わってるかもしれませんがね、これやるとね、全然違う。めちゃくちゃやばかったもんな。いや、でも何とか倒せてよかった。あ、いや、本当にね、この2人にはね、 ありがとうのね、その気持ちだけですわ、もう私。キノコも拾っとこう。いや、強いね。さすがこのプロハンターの方々でしょうかね。いや、私もこれ見習ってね、ちょっとやっていかないといけないですね、リハビリクエストの方ね。はい。いやー、極限状態のディアブロスは報酬どうかな。いや、いいものがね、手に入ると非常にありがたいんですが、さて、なんか天をうがつ角みたいなのがね、良かった感じがするんだけど、ねじれちゃったか。こうねじれるやつよりもうがつ方がいいんだよね。いや、まあね、でも非常に素材はありがたいので、いただいておきましょう。お、まだ来た。ねじれか。惜しいな。こっちもねじれだな。お、いい弾来たね。いや、ありがたい。そしてお守りの方はどうかな。お、これなかなかいいね。他は、あ、これもいいやつや。回避距離8だね。あ、今回は結構良さげな感じのを拾っておりますね。はい。
ということでね、またモンハンリハビリクエストやっていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。